ちはギターをウクレレ講師の斉藤正人と申します。今日はですね、みんな間違えてるソロウクレレの基本ということで、前回ね、基礎の部分を茶色の小瓶でご説明させていただきました。今日はですね、その発展形としてアロハオエ、こちらをやっていこうと思います。楽譜はですね、下の概要欄から無料で、配布させていただいております。ちょっと手書きでね、汚くて見にくいところあるかもしれません、申し訳ありませんが、ぜひね、そちら一緒にご覧になっていただけるとより理解が深まると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、前回一応ソロウクレレの基本構成ということで、前回ね、音楽の三大要素というところからちょっとお話しさせていただいたと思います。メロディーがあって、リズムがあって、ハーモニーがありますよと。メロディーね、音の高さ低さ、リズム、この音が速いか遅いかとか、タイミングとか、そういうやつですね。で、ハーモニー、これ和音ですね。音を積み重ねていって、雰囲気作っていくよみたいな、そんな感じで、まあ、ハーモニー、メロディー、リズム、ハーモニー、3つの要素があります。それをまあ全部入れていくのがソロウクレレですよということなんですけども、で、ソロウクレレの基本構成です。こちら1、そのコードの範囲ではなるべく抑えながら、そのコードを抑えながらメロディーを弾くという感じになります。で、その2、メロディーは基本的に常にトップノート。メロディーは一番高い音ですよ。いつもそうですよ。大体そうですよっていうことですね。はい。で、3番、メロディーの合間はコードでリズムを出す。はい。メロディーずっと伸びてる間何もしないんじゃなんか退屈なので、その合間に少しその曲の雰囲気に合った、ストロークとか和音を入れてリズム作っていきましょうねということなんです。はい。で、ソロウクレレの重要なテクニックとして2つ、メロディーの音を大きく、コードの音は小さく。という感じですね。はい。メロディーの、やっぱりね、主旋律の音はなるべく大きく弾いて、その他の、まあ、和音の音ですよね、コードの音です。これも一緒に大きくなっちゃうと、どこがメロディーなのかよく分かりにくいですよね。なので、メロディーの時はちょっと大きくしてもらって、で、和音の時になってちょっと優しく弾くというふうに、音量の落差を設けると、非常に聞きやすい、聞き心地のいいソロウクレレを演奏できると思います。さらに、メロディーの音を少しずらして弾くとかですね、そうするとメロディーが一番浮き立ちますね。まあ、要は、親指とか他の指でもそうなんですけど、ゆっくり下ろすと、一番最後の音が一番高音に基本的になってくるので、まあ、これが聞きやすいですよと、メロディーが目立ちますよという感じになります。いろんなテクニックをもちろんね、使っていくんですけども、はい。で、今日はですね、アロハオエ、こちらをね、ご説明していこうと思います。はい。有名なね、曲なんで皆さんご存知かと思いますけども、一応こんな感じになります。はい、こんな感じになります。うん、もうゆったりゆっ
くり優しく丁寧に弾くというのが、まあ、ポイントかなと思います。やっぱりソロウクレレの基本にのっとってね、やってみたいと思います。出だしこれですね、4分の4拍子になってます。1、2拍目がお休みになっているので3拍目から入ります。1、2、3、4、1というふうに、これ、まあ、アウフタクトとかね、言ったりするんですけども、メロディーちょっと飛び出て入ってますよね。これがアウフタクトと言います。拍ね、ちょっとこう気をつけて入っていきましょう。最初、四分音符が2つ入ってますから、3拍目からだなというふうに、解釈できますね。この曲、ハイ G とロー G、両方使います。どちらでもね、お好みで演奏してみてください。リズムパターンがね、この曲、基本リズムパターンなんですけども、ジャンジャジャジャンジャン。ジャンジャジャジャンジャンっていうのが基本的なリズムパターンというか、曲の中でずっと流れるこう永遠とね、こうぐる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 そのリズムが回っていって、それを繰り返していくことによってこの曲独特のね、雰囲気とかイメージとかリズムをね、出していきます。これがリズムパターンです。結構バラード系のハワイアンに非常に多いパターンだと思うんですけども、親指で優しくちょっとこの側面を使ってですね、まっすぐしてもらって、こう立てちゃうと結構強めになっちゃうので、優しく親指の第一関節の横付近でしょうかね、爪が当たらないように気をつけてもらって、こするようなイメージです。こんな感じ、弦の表面のこの上っ面を親指でこうこする、さっさっさっと吐くようなイメージです。こう弾くとかつまびくとかではなくて、もう本当にこするだけ、カサ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 、はい、これができるとですね、非常に音のね、ダイナミクス、ちっちゃい音も大きい音もこう分けて出せるようになってくると思うんで、そうするとメリハリがね、出てメロディーが強くなって、和音の音が弱くなって、まあ、相対的にメロディーが浮き立ちますよということになります。ただこれはですね、多分ソプラノだとちょっと音量幅がね、もともとちょっとちっちゃくなるので、楽器の特性的に全部結構大きめの音で出やすいので、ちょっと難しいかもしれませんが、こういう時ってテナーとか大きいサイズの方がちっちゃい音を出しやすくて、ダイナミクスの幅がね、結構広がったりするんですけども、まず最初2、3、じゃらん、これですね、メロディーが2、3、2になってます。で、これですね、やっぱり指使いは先読みしていきます。一応青い線でね、これレッドリングって意味です。この青い線のうちは、その音を絶対離さないでねっていう、横線になってます。青い線ですね。一応これなんか最初これですね、皆さんね、一本ずつこうでこうね、なんか弾きがちですが、実は違くて、もう最初にいきなり G のコードを押さえておいてください。そうすると1本ずつ弾けば勝手にメロディーになるんですよね。はい、そういうところに、まあ、先読みしてって気づきましょうねというのが、やっぱりレッドリング大事なところでもあります。1本ずつこう楽譜だけを見て、左手の動きを見てたりとか指の配置で覚えれば多分気づきやすいとは思うんですけども、楽譜だけで音楽を理解しようとするとやっぱりこういうところではね、視覚的にこれだけじゃんっていうか、ここ見ればわかるっていう感じなんです。ここ見えてないとちょっとね、気づきにくいと思います。なるべくこっちで覚えるようにしましょう。そうすると1本 G のコードを押さえて1本ずつ、まあ、3弦弾いて2弦弾いて次ジャランで、ゆっくり上から下に下ろすことによって親指ですね、1弦しっかり下まで振り切ってください。もうここら辺まで、ここら辺でなんか適当に止まっちゃう方多いんですけども、弦がないところもっと下まで振り下ろす。そうすると4弦のパワーと1弦のパワーこうね、4弦は勢いよくここまで弾けるけど、1弦はここまでだと1弦やっぱ弱くなりますから、4弦ここまで行ったんだったら1弦はここまで行くはずですね。全部の弦をちゃんと弾いた後のストロークの距離同じにするには、もう最低でもここら辺に親指が来るはずですね。ここら辺で終わっちゃってる方はやっぱなんか動きが小さいです。しっかりした、はい、下ろしてください。1弦の音がしっかり聞こえれば OK です。ゆっくり下ろすことによって一番ね、最後に音が1弦になるはずなんで、まあ、目立つはずです。
そしたらこの斜線になってる音符、これはですね反復記号、反復音符みたいな感じですね。その直前の和音の音を、何回も弾いてくださいねっていうことで、あの数字たくさん書くとなんかこんがらがっちゃうんで、ちょっと省略してる感じですね。なのでこの G のコードをジャンジャージャンとやっぱり合間をストロークしていきます。で2拍目と3拍目が間になってるので、基本リズムパターンからするとここに2拍目と3拍目のリズムパターンをまあインサートする感じです。でシュッシュッシュッと、ね、親指で、ジャジャジャン入ります。1拍目と4拍目はメロディー弾いてるので、メロディーを弾いてもらって、その合間のところにこのリズムパターン、空白の部分、2拍目と3拍目のところをインサートしてもらうと、はい、という感じになります。最後1弦の1弦のね開放弦を、弾いてます。ここで指全部離しちゃう方が多数です。1弦の開放弦だけ鳴らせばいいんだ、よかったーって離そうパーみたいな感じでなっちゃうと、2弦3弦、まあ、4弦も開放弦だからいいんですけど、2弦3弦の音が止まっちゃいます。こんな感じです。しかもなんか関係ない開放弦の音もちょっとこう不安ってなったりして、なんかどことなく気持ち悪いと、なんか綺麗じゃないなっていう感じになりやすいんですね。 G のコードやっぱり押さえてもらいながら、中指だけ離す、なんかねちょっとなんかなんか違う指が上がっちゃったみたいな感じのことも多々あると思うんですけども、やっぱこの指だけは離す、ちょっと脳トレに近いですけどね、離してください。でずっと1弦中指ですね、中指離すと1弦開放弦になると。なので最終的には和音全体の音が、この音が鳴ってるはずなんですよね。いいでしょうか。で次、2弦3フレットそのまま押さえっぱなしにしとけますね。次 C のコードで003ですから、人差し指離すだけで OK です。はい、こういうところもねやっぱりね気づけるといいですね。で1弦は弾かないように1弦で親指止めてください。でシュ1回ストロークが入ります。この斜線のところ基本的にあのメロディーじゃないのでストローク なってくるので、基本的にこのシャッシュシュとちっちゃく、ちっちゃくというかちっちゃい音でね、先ほどのように弾けるといいと思います。ただストロークすると1弦も鳴っちゃうと思うんですよね。ザンってこう勢いよくいくとこんな感じ、こんな感じで。でも1弦もですねやっぱこう鳴らしたくないので、どうするかというと、余ってる指とか余ってる左手の指のどこかしらで1弦を軽く触れることによって音が鳴らなくなります。例えば薬指こうね2弦3フレット押さえてます。ちょっと寝かせることによってわざとなんか間違えてるじゃないですけども、音ならコードが鳴らない時ってあるじゃないですか、あれをわざとやってるって感じです。これでミュートと言うんですけどね、音が鳴らないようにすることはミュートと言います。基本にして奥義です。そうすると1弦鳴りませんから、ジャーンってストロークしても1弦鳴らないんですけど、この力加減微妙なんですよね、角度とかね。はい、なんか感覚的になんか1弦こう指に触れてるなっていうのは感触的にこう分かるといいですね。ここで触ってんだよみたいな。で薬指を今立てる、あのこう寝かすという方法をやりましたけども、別にいいんです。小指を軽く、余ってる小指を軽く当てていいしですし、ただ押さえすぎるとこう音鳴っちゃうんで、当てるだけ。暇にしてる人差し指とか中指、これも暇ですよね。一弦軽く触ってもいいし、もしくは全部二重にして止めればより確実にしっかり止まりますから、僕の場合は薬指を寝かしつつ小指で軽く触れてます。二重の構えです。絶対鳴らないだろうということで、勢いよく気持ちよくストロークができるわけです。ですね。一弦になっちゃうとなってますね。止めます。はい、絶対鳴らない。ということで、一弦をですねミュートしないといけません。これもやっぱいろんなとこでやっぱ出てきます。少しずつ慣れていきましょう。何かしらの指、どっかしらの指で鳴らないように軽く触って止める。これももうね、非常に大事ですね。
はい、じゃらーんっていったらシュッってしてもらって、でそしたらすぐ、まあ、右手のフォームねちょっと忙しいですけども、たらすぐ下の4本の指こう支えちゃうといいですね。もうね、こうですね、はい、まあ、4本の指さすまず支えれば親指の位置も少し把握しやすくなるだろうということで、フォームをねすぐチェンジ、ここですぐチェンジします。で最後二弦開放弦、そしたら次02になります。はい、ハイ G の方はですね4弦その音になっちゃって、これメロディーより高いじゃんってなっちゃいますけど、4弦ってあんまり気にしなくていいみたいな風習があるので、その後になるこの3弦2フレットの音、ここを強調して2本だけ弾いてみてください。でここですでに G のコードを作っておければ、その後のダンジャジャジャンジャ1234というふうに合間のストロークにね、すごく映りやすいというか、まあ、左手何もしなくていい状況になりますから、ここですでに G のコードを押さえてください。ここで02だーということで、02だけ弾いて、次、2320だ、2320ってこう、指離して考えちゃうと、前後のつながりが途絶えますから、非常に分かりにくくなりますね。ここはもう上見てください。G なんです。G が2小節続いてますから、G の形を押さえると。で、プラスアルファでメロディー弾いていくっていう考えですね。で、まあ、メロディーね、あの合間の部分、メロディーこれ赤い文字になってますから、ここ以外のところは基本リズムパターンをインサートしていくという感じでやっていくと、じゃん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 、で最後1弦2フレットです。もうね1弦2フレットもうすでに中指で押さえてるじゃないですか。パッと離して1弦2フレットだとわざわざ押さえなくて、やっぱりこの鳴らしながら、和音を鳴らしながら1弦のメロディーをもう1回回そこだけ弾けば、全部の和音が綺麗になっていき、ね、いけながら、ハーモニーを途絶えさせずに一弦二フレットを美しく弾けるということなので、ここ離さないでください。楽譜にはね書いてないですけども、レッドリングです。で、2段目行って D7 ですね。はい、2段目は4小節丸ごと D7 です。4小節続きます。はい、もう最後の最後ギリギリまで D7 人差し指と中指で押さえていただいて、4弦が人差し指、2弦が中指です。これを絶対離さないでください。4小節、まあ、最後にちょっとね離しますけども、離さないでください。結構難しいと思います。なんかノートですよね、もうね。はい、で1弦じゃんじゃんじゃんじゃったで、小指で2弦4フレットです。ちょっとここ辛いんで、人差し指と中指離しちゃう方大多数ですけど、これ頑張って押さえてください。で、次小指離して1弦メロディー。で、人差し指と中指やっぱ絶対離さないようにしてもらって、1弦2フレット、薬指で押さえる。で、1弦3フレット、次小指です。で、また小指だけ離します。はい。でまた次は薬指離して、で伸ばします。はい、2小節目がちょっと難しいですね。はい、まずね、あの1弦がメロディーになって、その2弦3弦4弦で D7 のコードを押さえ続けているっていう形になるんですけども、1弦2フレット薬指でね押さえたら、薬指離さなくていいですよね。で小指次3フレット押さえて、なんか指今4本使ってる状態です。でまた次1弦2フレットになるんで、その時小指だけを離すようにすれば、もうすでに1弦2フレットは中指、薬指でね押さえてる状態ですから、小指の上げ下げだけで済みます。はい、ですかね、薬指ですね。これをやっぱり離さないようにすると、まあちょっと整理しやすいというか、音もね良くなりますね。はい、なるべく音と音をつなげながら、余計な音をこう離したりとかこうね、止めたりしないようになるべく弾いていくと、一本一本弦一本一本の振動を大切にするという感じですね。でそしたら2段目の最後、また23じゃらんです。はい、これ先読みしていくと G のコードになりますね。23、これもう G のコードパッと押さえて、で1本ずつまた弾いていけばいいということで、この曲の出だしと全く同じですよね。
とはこれ1段目と繰り返しですね。3,2 とこう下がってきたら次4段目でまた2弦3弦4弦の開放弦でシュッシュ。これはね1弦鳴っちゃダメなんで軽くこうねやっぱ触っといてミュートしてください。でここで初めて1弦鳴らす。で薬指で次 D7 ですね。これも1弦は鳴らさないようにしてください。2弦がメロディーの音になっているのでストロークの時に1弦鳴っちゃうとこういうメロディーになっちゃうんで離してでまた押さえるで G ですね。これもまあできれば1弦やっぱ鳴らしたくないですね。薬指とか、まあ、何回も浮かせる。鳴っちゃったらしょうがないです。もうあの G のこと一応ね。で次ここのねなんか流れがすごく難しいんですけど G7、453ですね。まず押さえるのと覚えるのがもう難しいということでこれ、3フレットと4フレットと5フレットで押さえますね。中指が4弦の、4フレット薬指が3弦の5フレットで2弦3フレットが人差し指になります。で人差し指の腹とかで1弦ちょっとミュートしてもらって親指でねこうシュッシュッシュッとストロークしてください。で次まあ人差し指でも中指でもどちらでも OK ですね。3弦2フレットを押さえます。これはもうしょうがないです。もう全部指を離さないとここたどり着けないので一瞬やっぱ和音は止まります。ただ次のサビの展開のなんか直前なのでなんかいいかなっていう感じですね。はい。で、次リハーサルマーク B に入ります。1弦ミュートしてシュッシュ。で次2弦3フレットシュッ。で2小節目で C のコードになって。はい。1弦のミュート大変ですね。で次2弦の開放弦弾いたらはい。また G のコードもすでに押さえてください。で02で1弦と2弦少しこう指を浮かしといてもらってこう鳴らない状態にするんですね。そうするとストローク親指にねしてもこの状態を作ってもらってこれねまた難しいんですけどじゃーん。で次薬指力入れて2弦まで鳴らします。で今度中指力入れて1弦鳴らす。というわけでここ G のコードはほぼ押さえてるんですけど2本だけ鳴らす3本だけ鳴らす次4本鳴らすっていう風にだんだん弾く弦が増えてきますね。はい。2弦3弦と押さえてもらう、ね、鳴らしてもらったら次 D7 ですね。でここでも1弦ミュートして中指離して押さえるだけですね。で次人差し指と中指、まあ、押さえながら薬指が2弦3フレットでこの、まあ、次薬指を離して1弦まで弾いてまた出ましたね薬指で小指2弦3フレットそして G。G7 出てきました。先ほどと同じです。1弦ミュートして。でまた、3弦2フレットこうポーンとかね入って、またこれまあ先ほどと同じですね。リハーサルマーク B の1段目と同じ。そして次のページに行ってもらって D7 です。また人差し指と中指で1弦でミュートしておいてもらって薬指2弦3フレットで人
人差し指と中指をやっぱずっと押さえっぱなしで、次ね、あの1弦2フレットに薬指をまあちょっと瞬間的にちょっと持ってきてもらって、で薬指だけ離して1弦、そしたらシュッシュッ、で次2弦2フレット、もう中指すでに押さえてます。で次 G のコード、1弦は鳴らさないようにしてください。メロディーの音が2弦3フレットだからです。でシュッシュッ、一弦こうね、伴奏のとここうなってもいいです。でまた繰り返しです。で最後。4バス入ります。ちょっと3連に便宜上ね、あの譜面にはなってますけど、特にリズム気にしなくていいです。 G のコードをゆっくりジャラーンと弾いたら、次人差し指で0010で次1210、これ G のコードが半音下がった、 G の半音下って F シャープなんですよ、じゃないですか。なので G の形いつも押さえてるやつをそのまま3本の指を半音そのままずらせば、これ F シャープになるんですよね。でまぁ、ちょっと厳密に言うとこれ4弦開放弦鳴らすとまずいんですけども、ここではもう鳴らしちゃいます。それがなんかハワイアンっぽかったりもするので、まあ、気にしなくていいです。はい、なんとも怪しげな、でもなんか切ない。でそのままこの形を半を上に上げてもらって、このキュッと全部の指を引っ越しする感じですね。で G の音に戻って終わりです。はい、なんかね、こういう終わり方のことをなんかラバとかね言ったりしますけども、はい、ハワイアンっぽい独特の終わり方ですね。はい、ラバです。おしゃれな感じになりますけどもね、ぜひこんな感じでやってみてください。というわけでソロウクレレの基本ということで、お伝えしましたけども、実はね、めっちゃ気をつけることいっぱいあったなっていうね、いうふうに気づかれた方多いんじゃないかなと思います。今回ね、第1弾で茶色の小瓶、第2弾でアルハオエご説明しましたけども、やはりあの改めてねご説明すると、ソロウクレレの基本構成として、そのコードの範囲ではなるべくそのコードを抑えながらメロディーを弾いていく、あのアルハオエでもねもちろんそうだったと思いますし、茶色の小瓶でもそうだったと思います。故に難しくなっていったりするんですけども、あのその高い音より上の弦は弾いちゃダメなので、そのミュートをしなきゃいけなかったりとか、ただねちょっと難しいところがありますけども、やっぱりそこをきちっとしておかないと、なんか変な高い音の弦が鳴っちゃってメロディーが聞き取りにくい、なんかおかしいなっていうことになります。はい、メロディーはね基本的に常にトップノートということでお伝えした、メロディーの合間はコードでリズムを出すというところです。アロハオエに関しては僕がリズムパターンを決めさせてもらって、そちらをインサートする感じで、全部のこの部分がね、作られたと思いますけども、例えばこれ自分の好きな曲でやりたいなと思った時はドラムをね聞くといいんですよね。このリズムパターンの作り方も別の動画でねこう説明していこうと思いますけども、ウクレレだと思わずにコードストロークの場合とかリズム刻む場合ってドラムだと思ってください。なんかこう口でなんかボイパですよね。ボイパとかしながら、ストロークしていったり、あとはねやっぱりドラムのその楽器そのもの、ドラムの構成とかドラムの人が何をやってるのか、どんな楽器でどういう風に叩いてるのか、そこも理解するとですね、やっぱ導かれる、自分でクリエイトできるようになってくるんじゃないかなと思います。そちらもまた別の動画でねご説明していこうと思います。でやっぱりメロディーの音をね大きくしてコードの音をちっちゃくしましょうね。そのためにも、メロディーの音を少しずらしたりとか弾くと、メロディー目立ちますし、ストロークのところをちっちゃめに弾く、
ストロークのところも全部同じ音量で弾いちゃうとメロディー立ちませんねっていうことをお説明させていただきました。これをですね、理解しておくと他の楽曲でももちろん、応用が効きますし、そこをさらに発展してるんだなっていうことがわかるかと思います。で、やっぱり例外も多いんですけども、ここを抑えることによって、あ、ここちょっとなんかそういう風に特殊になってるんだなっていうことに気づけます。で、そうするとやっぱ曲の流れを理解しやすいし、覚えやすいですよね。あ、ここもこの曲もやっぱこうなってたね、こうなってたね、あ、この曲ここだけちょっと違うからここを気をつけようみたいな感じで、気をつける部分が少なくなりますから覚えやすくなるし、曲を覚えれば覚えるほどどんどん曲を覚えるスピードが速くなると思います。というわけでね、またちょっとこのシーズンね、おいおいやっていこうと思います。わからなければ何回も何回も繰り返しぜひねご覧になっていただければと思います。じゃあ今日はここまでにしましょう。下の概要欄でね楽譜ありますので、ぜひぜひ、ちょっと手書きで汚いですけども参考になればと思います。これからもねチャンネル登録者1000人突破ということで本当にありがとうございます。これからもね、いい動画たくさん上げていこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると嬉しいです。オンラインレッスンもやってます。相談しながらね内容を決めていきましょうという感じでやらせてもらってますので、ぜひぜひお気軽にご相談からでもカフェトークの方でね、メッセージいただければと思います。じゃあ今日はこれで終わりましょう。頑張ってください。バイバイ。